俳優の古川雄貴30が26日都内で主演映画風の色の公開所にち舞台挨拶を行い劇中で演じたマジシャンをやったことがなかったし撮影前に銀座で見たのが初めて本当に全部やるのは大変でしたと振り返った古川は壇上でヒロイン役の藤井武美 23、マジック監修のミスター・マリック、69、と共に切れた赤いロープを再び結ぶマジックも披露。マリックは、コンテストで優勝するシーンは本当に優勝できるほど特訓しましたと、古川のわざと根性に太鼓判を押していた。